本日は佐藤剛さんにお聞きいただきました。はい、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。本日は海外からのインタビュー要請ということで、質問答えていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一番影響を受けたのは、フュージョン、まあ、クロスオーバー、ね、それからハードロック、例えばメタリカなんかも好きでした。それからあと意外かもしれないですけども、あのファンクが大好きで、ジェームス・ブラウンなんかにかなり影響を受けてます。あの作ったものが、ゲームセンターに行ってたら必ず自分でプレイしに行きます。で、腕前ですか。腕前は正直下手です。不安です。必ずあの連行に、コンティンをいっぱいして最後まで行くような感じでやってます。そうですね、もう初めて来年、手掛けたのが93年なんで、もう随分ね長い付き合いなんですけども、まあ自分の人生そうすかなって、言ってしまっていいのかなと思ってます。はい、機会があればぜひ当然やってみたいと思っています。で、実はライデン4、XBOX の、ライデン4の、付属しているサントラのアレンジ、今回、ギターだけ生演奏で、あと全部シーケンスっていう、アレンジバージョンを作りましたけども、これ本当は、生演奏でやる予定でした。ただ残念ながら時間がなくて、できませんでした。なんか機会があったら、ぜひやりたいと思っています。もうプレイステーションのアイデンプロジェクトが出たのが何年前ですかね、確か94年か95年ぐらい、随分前だったと思うんですけども、その当時は、まあ、自分なりにいいものができたと思ってるんですけども、まあ、やはりね、あの十数年経って今見ると、まあ、技術的にはねもうちょっと色々できたんじゃないかなっていうふうに、思ったりしてます。ただちょっと言い訳させてもらいますと、プレイステーション本体があの発売したのとほぼ同時に出た、出たんですけども、開発機材とかソフトウェアがまだ十分でなくて、ちょっと自分の思い通りできなかったっていう部分も今見るとあります。はい、そうですね、まあ、いろんな曲いっぱい作りましたけども、一番はちょっとやっぱり選べないですね。やっぱいろいろいい、これはいい、あれはいいっていうのがあるんで、ちょっと決めきれない感じです。はい、はい、仕事以外、ゲーム制作の仕事以外では趣味で、バンドを組んでベースを弾いています。そうですね、まあ言ってしまえばどっちも好きです。チップチューンにもチップチューンの良さがあるし、やっぱり、生ですとか、シンセを使った楽曲の良さもあるんで、どちらもやりがい持ってやってます。はい、そうですね、当初のライデン2はやっぱり、音源的には今みたいにリアルな音を出せなかったんですけども、今回ライデン4はの、ハードウェアは、生の演奏とかも使うことができるぐらいにハードウェアが進化してますんで、当時できなかったことが、今回できたんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、そうですね、非常に多くの人に、アレンジしてもらったと思ってるんですけども、皆さんいろんな、ね、それぞれの、個性やカラーがあって、それがね、出れてすごく面白いサントラになったんじゃないかなというふうに思っています。中でもやっぱり自分が、すごく目標としていた人、細江慎二さんですとか、あと笹生綾子さんですとか、そういった人に自分の曲がアレンジしてもらえたっていうのは、やっぱり一番嬉しいと思っています。はい、最近までその海外の人に、こんなに支持されて喜ばれるっていうふうに思ってなかったんで、非常に嬉しく思っています。またね、ますます、シューティングゲームの曲を、たくさん作っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、はい、じゃあ、また会いましょう。バイバイ。